森光平です、今日はですね、仙台へ今向かっております。そして仙台からフェリーに乗って北海道へ行きます。そして北海道でまあ1週間ぐらいですね、こうキャンプをしながら、こちらが北海道ツーリングに持っていく一覧でございます。結構な量です。キャプテンスタックのマット、 DOD ライダーズワンポールテント、焚き火グローブ、タープ、グランドシート、ハスクバーナーの手斧、ペグとパラコード、タープ用のポール、焚き火台、ピコグリル風、新富士バーナーのストームブレイカー、ジェントスの LED ランタン、スタンレーコーヒーシステム、トランスギアのメスティンで、この中にお米を入れてます。ナイフ、ホットサンドメーカー、焚き火フライパン、ここに枝を刺して使うフライパンです。まな板、シェラカップなど、カトラリーセット、エバニューの水入れるやつ、カトリ線香やら皮膚希望やら、まあ火起こしセットですね。このあたりは着火剤やらライターやら、カトリ線香、ウェットティッシュ、モバイルバッテリーやらコードやら、ソーラーパネル、 2,3 時間当てればモバイルバッテリーが満タンにできます。パンク修理キット、3日分の着替えと、あとタオルとかですね、まあ向こうで、洗濯したいと思います。風邪薬やら、胃薬やら、トイレットペーパー、絆創膏などの医療キットです。化粧水、シャンプー、リンス、あと歯磨きと耳栓、北海道ツーリングベストガイド、これ大事でしょう。ランガのオーロラライトデラックス、ヘリノックスの椅子、一応寒かった時用のユニクロウルトラライトダウン、カッパ一式ですね。北海道は涼しいかもしれないんで、バイク乗る時用の革ジャン、クーラーバッグと食材を入れるキャプテンスタックのアルミテーブルですね、撮影用の GoPro、 これで以上になります。さあ、こんだけの量をバイクに積まないといけません。カバンはモトフィズのキャンピングシェルベースと、同じくモトフィズのキャンピングシートバッグ2です。ノーブランドの、サイドバッグです。ちょっと固めになってるやつです。全部が収まりました。これで北海道に行きたいと思います。北海道へ行きます。そして北海道でまあ1週間ぐらいですね、こうキャンプをしながら、回りたいと思います。ということで行きましょう。レッツゴー。わ、下濡れてる。さっきまで雨降ってた感じやな。192キロ。おお、映る映る、すごい雨降ってきた。国見サービスエリアに着きました。お、あと目的地まで70キロになりました。おお、よっしゃ行くぜ。仙台南部道路、東部道路、これまた高速道路ですかね。あと25キロ。あー、出口が見えてきました。仙台港来た。4時間ぐらいで着くと思ってたけど、なんだかんだ5時間ぐらいかかってしまいましたね。いくらでしょうか。6620円。うん、疲れた。あともうちょっと。今日の走行距離が396キロ走りました。フェリー乗り場、あ、この辺りかな。こちらの条件でございます。左手駐車場に6時30分頃からですね、はい、こちらオートバイのハンドルにお取り付けください。オートバイ、ご乗車ありがとうございます。おー、すげえ綺麗。11。おお。おお、綺麗や。おお、いい感じや。よし。
コインロッカーが、コインロッカーも銭湯がありますね。シャワーだけは300円。カップラーメン、レストラン、あ、レストラン決まってんや。ですけど結構揺れます、結構揺れますというか結構揺れてます。ちょっと気持ち悪いです。やっぱり船独特の揺れがありますね。ちょっと気持ち悪い。おやすみなさい。おー揺れる。おはようございます。昨日は揺れがちょっと気持ち悪かったんですけど、慣れると意外と快適で、ぐっすりと眠ることができました。雨、ふれあいの里キャンプ場に到着しました。クマもそこら辺出るし怖っ。おいいで、北海道セギクマだろいや、おかしいやろ、北海道クマだろじゃねえよ